この動画には、以下の成分が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は、スーパーカブに、スポークカバーをつけてドレスアップしていこうと思います。アマゾンで、699円の72本セットを購入しました。他にも、いろんな色がありましたよ。はじめは、複数の色を購入して、虹色にしようと思いましたが、費用がかかるのでやめました。長さは、23.5 センチ、厚さ 6.5 ミリ、内径5ミリです。切り込みが入っているので、スポークに入れて沿わせれば、簡単に取り付けられます。フロントタイヤのスポーク長さは14センチなので、切っていこうと思います。スポークカバーの取り付けを検討している方は、株の車種によって、長さは違うかもしれないので、ちゃんと測った方がいいですよ。フロントタイヤ分の36本だけ切ってみます。カバーをつけていこうと思います。こんな感じに取り付けることができました。矢印の部分が入らなかったので、現物合わせで少し切りました。指で示した外側と内側のスポークは、カバーの入る長さが違いました。外側約13センチ、内側約16センチでした。フロントタイヤ分だけカバーを切って正解でしたね。カバーは、ギリギリ足りるぐらいしか入っていないので、失敗はできません。切っていなかった残りのカバーを内側スポーク用に切りました。外側だけつけましたが、模様みたいな感じがいいです。他の色も組み合わせたら、もっといいものができそうですね。フロントタイヤは完了したので、タイヤを回してみたいと思います。いい感じですね。同じ要領で、リアタイヤもカバーをつけていきましょう。リアタイヤも取り付けが完了しましたね。実際に走行してみたいと思います。マスターが左側から来ます。走っている状態だと塗装しているように見えてかっこいいですね。こうやって見ると、株の印象が結構変わりますね。明るい感じの黄色にしましたが、黒色にしてもかっこいいかなと思います。スポークならではのドレスアップはいかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。